彼を信じる理由は。なるほど。その黒い影はおそらく彼の神器アザゼルでしょうね。伝説の悪魔アザゼル、極めて危険な存在だけど、神器は主人に力を制御されるから、通常なら裏切ることはできないはず。つまり東方古外に入った瞬間からダルビラは退路を断たれたというわけね。無論あなたの話が事実なら、だけどダルビラは昔から本心を隠すのが得意だったわ。目的のためなら手段を選ばない、そういう人間よ。あいつは昔メンティンキーンでしばらく居候していたの。でもある日急に行方不明になってね。まさかヒーローの部下になるとは思わなかったわ。あなたの判断を信じましょう。これから五行の陣周辺のパトロールはあなたとダルビラに任せるわね。絶対に彼を一人にしないこと。あなたをダルビラのそばにいさせるのは監視のためでもある。少しでも不審な真似をしたらすぐに私に知らせてちょうだい。絶対に彼を一人にしないこと。五行の陣の安全はあなたに任せたわ。礼など言わんぞ。なんだ。気色悪い呼び方はやめろ。やはりな、お前の力が必要なようだ。なぜ震えている？怯えているのか？かわいいな。まあ焦るな。俺と取引をしないか？欲しいものは全てくれてやろう。金、地位、愛情、この世界もだ。守りたいものを守り、未練も全て晴らせる。お前は世界の頂点に立つ不朽の神となり、全ての人間に幸せと滅亡を与えることができる。俺を召喚する。ただそれだけでな。そうさ、お前から何も奪いはしない。そばにいるだけで十分だ。俺の名を呼べ。それはお前が。いいや、お前にしかできないことだから。何があったの？激しい元力の波動を感じたけど。ダルビラ！
傷口が開いている。それ以外は問題なさそうだけど、おかしいわね。また大量の原力を使ったみたい。一体何が起きたの？まだ感知していないし、人気の性質も特殊だから、異変が起きても仕方ないかもね。一緒に部屋まで運んで休ませてあげましょう。隊長。ああ、ヒーローさんはこっそり五行の陣を破壊する可能性が高い。大陣を立て終わったら必ず俺をパトロールに連れて行け。それと五行の陣を立てる途中、困ったことがあれば俺に任せろ。昔先代当主から五行の陣に関する知識を教わった。役に立てるかもしれない。足を引っ張るんじゃないぞ。詳細はウェンズーさんから聞いてるけど、一つ質問していいかな。他に誰もいないでしょ。ねえ、隊長は中央庁の人だよね。なんで東方古外に協力してるの？
てあげたいと思った相手なら誰の願いでも叶えるっていうの？綺麗事を言うのは上手だね。隊長班は綺麗事だけの人とちゃうで。長い付き合いやないけど、隊長班はめっちゃ頼もしい方なんや。真面目に人の意見も聞いてくれるし、しっかり考えてちゃんと対応してくれるし、仲間のためにできる限り全力を尽くしてくれる人なんや。まあ隊長言うたらそういうお人なんよ。霧が晴れてから行ってみな。もう僕ん家に近寄らないで。二度と僕の邪魔しないで。結界の中に隠したで。これで奪われる心配はない。別にうちは事実を言っただけや。それじゃ五行の陣のことは任せたで。頼もしい隊長班、うちはここでええニュースを待つさかい。
腹減った。本を読む時間がなくなります。状況に変化はない。ええ、何？何か用事でも？
しまった。来たか。ラージャ、何でも命令して。お出かけは嫌い。それが戦う必要があるなら文句は言わない。奴らについていけ。了解。終わればいい。移動する。行くぞ。奴らについていけ。移動する。おしっ。奴らについていけ。アサシンは闇の外で姿を現さない。戦う必要があるのか。もう一度終わればいい。奴らについていけ。
おや？誰か僕と一緒に行きませんか？頼らない。はい。降りたまえ、矢の雨。円満に終わればいいですよね。終わればいい。
何？任務を遂行する。本を読む時間がなくなります。了解。手段を選ばないのが私の手段。拉致はしないぞ。進む。作戦を続行する。了解。君臨した前にオベリスクよ。分かった。進む。しないぞ。君臨した前にオベリスクよ。落ち着く。移動する。任務開始。分かった。拉致はしないぞ。作戦を続行する。ターゲット発見。了解。拉致はしないぞ。落ち分離した前オベリスクよ。進む。拉致はしないぞ。どんな相手でも油断はしない。よかった。何？
了解した。いつでもいいぜ。ラジャ、忙しくなるわね。皆さん、こんばんは。この私と賭けをするってことですか？手札がまだ足りませんよ。留守番は誰かさんに頼みますか？五行の陣の位置確認を終え、あなたの端末に送りました。奴らは疑っていないようです。よろしい。そのまま奴らを騙し、潜入を続ける。次の任務。残って奴らを監視すること。そうそう、例の新しい隊長だが、彼の能力をまだ把握できていない。注意しておきたまえ。大丈夫です。あいつは完全に俺を信用しています。では頼んだぞ。私を失望させるなよ。全てが終わったら約束したものを渡す。さて、待たせたな。見ての通り、俺はヒーローが東方古外に送り込んだスパイだ。お前と同じように。お前のおかげで俺は東方古外に潜り込めた。お前がいなければ、ウェンズーも俺のことを信用しなかった。ちっとも気づいてくれないなんて。
あんまりだ。研究所で会った時からこいつはずっとお前に取り付いている。あの夜もお前に信用されるために芝居をしていたに過ぎない。いや、お前を誘っているんだ。お前が協力してくれるなら俺の計画もより順調に進む。考える時間ならいくらでもくれてやる。断っても構わんが、アザゼルの分身がそばにいることを忘れるな。お前を殺すことなどアリを潰すようなものだ。話は以上だ。そろそろ奴らも戻ってくるはず。魂のうまそうな匂い。下がれ。ひどいじゃないか。そいつぐらい食ってもいいだろう。なあ。二度も言わせるな。お前にはしばらくここに残ってもらう。行くぞ。大ニュースが待っている。隊長、ダル君、ここにいたんですか。ヒーローがボートたちに中央町を襲わせました。イエンファーさんはボートを引き離すために一人で出て行きました。今ウェンズーさんが探しています。アントネーワさんのことはアミューサさんから話してもらいましょう。隊長、記者会見の時ヒーローは卑怯な手段を使ってアントネーワさんをリビングデッドにしたんです。アントネーワさんは最後の力を使って自分を幻の空間に転送しましたけど。幻の空間、さすがはアントネーワだ。いつも意表をついたことをする。お前は俺に逆らえん。隊長、大丈夫ですか。しばらく休んでは。お前は俺が思っていたより勇敢なようだ。俺はヒーローさんの命令に従っているだけだ。計画の中身は聞いたことも。信じるも信じないもお前に任せる。俺にとって信頼という言葉は全く意味を持たない。今のお前はこの俺に逆らうことができない。それを分かってもらえ十分。
ヘヘヘ。